どうも、エリラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら、はい、好きなセリフランキングということで、うん、好きなセリフ見ていきましょう、じゃあ僕はジュリアのセリフですね。はい、あれどこ行く時だっけな、なんかエリーと渚とどっか乗り込むっていう時にね、はい、あのジュリアがね、エリーと渚にね、もうあんたたち足手まといだから行ってみたいな、そう、ね、なんか冷たいこと言うなと思ったらね、その後にジュリアがね、ごめんね、でもこんな顔誰にも 見られたくないからっていうね。そこまででもなかったですけどね、まあ、その後、まあ確かにここもそんなことない、うん、元からきつい顔してますからね、竜、うん、とかになっちゃうんだったらあれですけど、そうね、まあ、まあこれね、うん、うん、魔界を狙うわけを言いなさいっていう、これはなんかジュリアの優しさが出ててよかったですね。ジュリア魔界思いなんですよね、うん、そうなのよ、うん、魔界をどうにか助けたいっていうのがありますんでね。じゃあ私は春のセリフですね、はい、春がですね、あいつですね、あいつの名前忘れちゃった、ハードナじゃない、ニセエテリオン、ベルニカ、ベルニカ、ニセエテリオンじゃない、ベルニカがね、エーテリオンがないって言った時のセリフですね、なるほど、エーテリオンがねえって、まだ未来があるっていう、やっぱね、かっこいいですね。春はね、未来、すごい未来を大事にするんですよね、うん、そうね、ベルニカもちょっとこれで春にほの字ですからね、うん、ベルニカがね、また旅に同行した時に、ね、すぐつまずいちゃったりとかしてね、うん、ジュリア怒らしちゃうんですよ。そう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 、そこら辺がまたいいですよね、関係性が、うん、女同士の関係性描くの珍しいですよね、なんかこういう漫画で未来があります。じゃあ僕の第2位はですね、はい、なんかね、ジークからね、ルシアがキングの息子だっていうのを聞いてね、うん、そんでなんかこの何でしたっけ、シンフォニアとレアグローブの戦いがまた続くのか、皮肉なもんだなみたいなことを言うんですけどね、そしたらね、春はね、そんなの関係ねえっつって、これですね、オッパピーですか、いやオッパピーがオッパピーって言いませんでしたあいつはエリを泣かした、だから戦うんだって言ってね、でその後のジークハルトの返答はね、そうか、十分な理由だっていうおしゃれな解消するんですね、ちっちゃい子までジークも好きですからね、リーのことが、うん、この時はまだ好きだったのかな、うん、ルシアにキスされちゃってますからね、リーがやっぱり、だから戦うってことですからハルは、なんかガキっぽいんですよね、それで戦ってるってなる、いや、いいじゃない、結局のところはやっぱそれなんですよ、戦う理由はね、世界とか運命とかどうでもいいと、10代、ね、エリーのために戦う、10代だから一番大事よ、好きな女がダメか、うん、まだね、キスもしてないですから、この2人は、そうか、うん、しょうがないね、そのすぐ後するってパターンもあるんですけどね、うん、それはしなかったんですからね、やっぱりね。じゃあ私はムジカのセリフですね、うん、ムジカがですね、なんか鉄みたいなのなんか剣作ってる時よね、最後のレイナとでしょ、あ、そうだそうだ、銀のそうだそうだ、ね、だからっつってボキッと折った時よね、うん、金のやつ、そう、金のやつ、あ、オーガの金の枷を折った時ね、そうそうそう、折って手がなんかやけどみたいになっちゃって、ね、ジューってなって、ね、ジューってなって、うん、でその時に手大丈夫みたいな言ったら、あれかっこよかったですよね、なーに拳を作れば見えねえさっつってギャッつってね、かっこいいですね、ここは確かに、うん、拳で戦うキャラではないんですけど ね、まあ、ね、だから握った方が良かったですけど、何かを、うん、どこかでね、このセリフを言いたいです、ないよ手ベロベロにならなきゃダメだけど、まずちょっとだけ怪我した時とか、でも手ちょっと切った時とか、なーに拳を作れば見えないさ、いやだからはーって言われて終わりなのよ、そんなのはこれはまあ確かにかっこよかったですね、ここでネタにすればよかったですね、10円貸してっつって、まあ、じゃあなっつって、何言ってんですかなーに拳を作れば見えないさっつって泥棒っつって10円なんだいや、まあこれはかっこいいと思いましたね、確かに。じゃあ僕の1位はですね、
ジェガンと戦うってなってね、で春たちに先に、まあ、これも先に行ってくれパターンなんですけど、足止めしておくんで先に行ってくれっつって、そしたらジェガンがね、あの最後の別れになるかもしれないぞっつったら、レッドがね、春よっつって、真の仲間に別れなどないっていう。僕もそれでしたね。これですか、ね、はい、真の仲間に別れなどないっていうね。かっこいいんだな、うん、こういうセリフが多いですよね、基本的には。だから、ね、やっぱ10代の子たちが読んだら感動しちゃうのかな、やっぱ、うん、まあレッドはね、そんでこう仲間意識なんかなかったですから、うん、自分が一番強いっていうのを証明できればよかったのに、いつの間にかこんなにね、仲間の意識ができちゃったっていう、ね、すごい変わりようですよね、うん、すごい変わりようですよ。真の仲間に別れなどない、うん、T シャツ作りたいですね、このセリフの。あ、作れば真の仲間に別れなどない T シャツ作りたいですね、うん、まあ、でもこれ名言ですよね。意外とありそうで聞いたことなかったな、そうですね、なんかね、セリフ、うんうん、よかったですね、うん、はい、というわけで、これでね、好きなセリフランキングでした。ありがとうございます、はい、さあ、それでは今日の一人でご覧ください。どうぞ。手紙、シバへ。俺はデーモンカードを倒しに行くよ。今まで心配かけてごめんな。元気になったら島のことを頼む。俺たち離れてもずっと友達だからな。また会おうぜ、ブルー。字書けんの？どうも、ありがとうございました。